ちょうど西暦2000年を記念して最上川の河口部のクリーンアップ事業を展開したんですね。でその後県と市が、温度を取ってこの飛島のゴミの状況がひどいので、ボランティアを募集してクリーンアップ活動を始めたというのがあります。飛島は渚百選に選ばれている海岸があるものの、観光客からゴミの量を指摘されたり、島民だけのゴミ拾いでは対応できなくなってきた状況があった。で島においては今若者たちが作った合同会社っていう、組織が継続的な維持のために頑張ってやり始めてますから、そういう意味では次の世代にどう引き継いでいくかっていうのが使命でもあるのかなというふうには思っています。私が飛島に移住した時にはもう何年もこうクリーンアップ作戦という活動を力を合わせてやっているのが あって、最初はそれを手伝うような形 でその中で親子とか子ども向けに環境教育をやったらいいんじゃないかっていうのが話があって、そのツアーを手伝うところから始まったのが最初ですね。飛島では2014年から体験型環境ツアーが実施され、海洋ゴミを学ぶツアーを行っている。ゴミの回収だけでなく発生抑制に寄与するために楽しい体験を通し学ぶツアーである。飛島としてその子どもたちとか親子に何が伝えられるかっていう考えた時に、その海ゴミを学んでもらうのはもちろんなんですけど、いずれ大人になって社会人になった時に自分が何かしらのこう役割になって社会問題解決するっていうチームワーク作りを島で学ぼうっていうふうにだんだん変わってきてますね。はい。陸域でどういう対策を取るかっていうのはとても必要だっていうことなんですね。内陸のどういうところにどれぐらいのゴミがあるかっていうことを客観的に表して、そこを集中して対策を立てる方が効率的なんだろうという中で、ゴミの量をパターンに分けてそれで作ったマップがゴミマップっていうふうに呼んでるものなんですね。パートナーシップオフィスでは国土交通省と共同で最上川2003ゴミマップ、最上川2005ゴミマップを制作。2003では主に粗大ゴミ、2005ではペットボトルや容器包装等の散乱しやすいゴミに焦点を当てた。どういった場所にゴミが多いかっていうのはだんだん分かってくる。で、それをそこに対してメリハリをつけて取り組んできています。調査によって県民の人たちが理解も進んできているし、飛島の例にあるようにゴミの実態を体験するようなツアーもたくさんできるようになったので、そういった相乗効果として成果は出てきているんだろうと思っています。よく環境問題とか、この問題もそうなんですが、子どもたちの教育、環境教育っていう形で落ちていく場合が結構多いんですね。でも私はこういう状況を作ったのは我々少なくとも世代、若い人たちには責任がないはずだと。でその人たちに一緒にゴミを拾ってっていうところ時に、我々何もしなくていいのかっていうやっぱり思いがあるわけですね。ですから大人の環境教育をどうするかっていうところをかなり議論をしました。でそういう意味で我々がちゃんと動いている背中を見てもらうぐらいにしていかないといけないのかな。それはこれからも変わらないだろうなと思って。